皆さんは桃活ってご存知ですか？桃を使ったスイーツを食べる活動のことで、今 SNS でも桃活が話題に。そこで今朝は桃を丸ごと贅沢に使った絶品スイーツや新感覚の桃づくしパフェなど桃のスイーツを食べまくります。やったー、週刊アーネー。美しい、美しいでしょ。まずは福岡市中央区六本松にあるチーズケーキ専門店、カカチーズケーキストア桜坂店です。そう、有名ですよね。しっとり仕上げた看板商品カカや、表面は香ばしく滑らかな食感のバスクなどのチーズケーキが大人気。こちらの期間限定の桃スイーツが桃のミルフィーユになります。いやー、桃大きいですね。はい、ね、これびっくりでしょ。毎日焼き上げているパイに、この間に、間じゃない、チームカスタードクリームをたっぷり、そして甘さが際立つ福島県産の桃を沸騰したお湯に入れ、2、30秒したら取り出して氷水へ。こうすることで皮がですね、こんな風にくるんと綺麗に剥けるんです。そうなんです、これご家庭でもね使えそうな技ですよね。そしてこの桃は丸ごとパイの上に、これ贅沢、ビジュアルもナイスでしょ、かわいい。さあ、この桃を割るとその中には、うわー、こんにちは、チーズの、カスタードクリーム、チーズがポイント。うわー、パイの生地の下の層にもぎっしりクリームが入って、これ桃とじゃあ一緒にいただくんですね。はい、すごいたな、食べるこれ、食べる、こんなにジューシーなんですね。チーズカスタードの酸味が程よくこうスッキリさせてくれる。カスタードクリームにと、あと桃に合うチーズは何だっていうところでいろいろ考えた結果、何チーズが入ってると思います？プロセスチーズカマンベールチーズ。カマンベールか。カマンベールチーズを合わせることで桃とのバランスも良くなった。いや、美味しかった。さすがですね。さらにこちらは桃とアールグレーのカッサータ、カッサータというのはイタリア・シチリア島の伝統のお菓子で、アイスケーキのような冷たいスイーツのことなんです。そしてカッサータの中にも桃が入ってるんです。中が凍ってんのか。そうです、半解凍でご提供してます。あ、クリームのトロット感、半解凍でジャリッとした食感があって、口の中がすごく楽しいカーニバル。うわぁ、美味しいですね。ありがとうございます。うわ、褒められた。桃より可愛いですか？そうです、やっぱり桃の方が可愛いですよね。可愛いよ、ゆうちゃん。ノリのいいね、店員さん。さあ、こちらの桃スイーツは今月末まで楽しめます。まだ間に合いますよ。さあ、続いては、乗ってる乗ってる、ちょっと、現代アートみたいだ。はい、こちら、あの、私かわいいでしょ桃パフェになります。私かわいいでしょ。はい、かわいいです、すごく。はい、こちらです。こちら福岡市中央区大名にあるカフェルーチェフィオレ、本場イタリアで修行を積んだ職人が作るジェラートが人気のお店なんです。このジェラートを使ってアレンジした桃スイーツというのが、うわー、ジェラート、これジェラートね、こちらです。見た目もキュートな、私かわいいでしょ桃パフェ。パフェのグラスの中には桃のジュレや桃のコンポート、さらに桃のシャーベットと桃づくし、そこにこちらの山梨県産の桃を丸ごと1個、桃を存分に楽しめる、この夏大人気のパフェなんです。どうやって食べましょう。どうしようか。さらにこちらも桃を丸ごと1個使ったタルト、生地の上にはたっぷりのカスタードクリームが乗っていて、そしてこちらの桃の中には、中にどんぶらこ、桃太郎生まれてこないでしょ。肉厚だ。うわ、待って、なんか出てきた、クリームですかこれ。ミルクのジェラートですね。ジェラート、タルトと桃とジェラートを一緒にいただきます。
どどだね。このジュースとジェラートがタルトにちょっと染みて、でタルトの甘さがまたいいですね。美味しいです。よかったです。フレッシュの桃とジェラート相性がいいですね。はい、わあ。皆さんお店の情報はウェブメディアアーネに掲載しますので、ぜひ検索してくださいね。桃って何回行ったでしょうか。びっくりしちゃったよ。ああ、美味しそうでした。